サーキュラーキースクエアよりお送りしています。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ルイボン、エジウトン、リバルド、カシュー、ロベウト・カウロス、バンペイナ、エメウソン、ロクジニアール、ルシア、エジミウトン、マルクス、ブッフォン、マルディーニ、ネスタ、ファビオ・カンナバード、カッピナルディ、トマージ、ココ、ザンブロッカ、トッティ、デルピエーロ、ビエリ。キックオフの笛です。おっと、ファールを取られました。エジミウトン、ヘッドでつなぐ。ビエリ、いけいけ、ドリブル、キラーパスになるのか。センタリング、まるでボールを持った仮面舞踏会。デルピエーロ、ビエリ、これは危ない。ザンブロッカ、ボールを囲んでいきます。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。折り返す、危なかった。エジウト、ボレーシュート、ファビオ・パンナバー、
前半30分経過。ロベウト・カウロス、エジウトン、キーパー正面、トッティ、オフサイドには投げなかった、放り込んできた、ジャンプ、これはファールです。デルピエール、彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。ヘッドパス、ビエリ、ヘッドでつないで、ニアポスト、ハイボールを競り合う、シュート、マルコス、ボールが心地よさそうに芝を転がります。あーできた、ヘッドで、前半戦終了。さあ後半戦キックオフです。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル、ゴール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 、ダンビリバブルゴール、見事な先制点。さあもう一度見てみましょう。ルイボン、華麗なドリブル、激しい攻防、エジウトン、シュート、キャッチされた、ビエリ、芝の香りもかぐわしいドリブル、ヘッドパス、エジウトン、トッティ、バンペイ、ザンブロッタ、中に絞ってきた、デルピエール、
閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。右へサイドチェンジ、ルシア、類いまれなキープ力、素晴らしいボールバランスですね。これは危険だ。ドリブルという自己主張、ピッチという名のカンバスに連綿と描いていきます。ワンツー、ドリブルの右側、ファーサイド、ヘッドでつなぐ、シュート、ブッフォン。これは気をつけないと、ロベウト・カウです。折り返す、ブッフォン。ヘッド、ココ中へ放り込む、放り込んできた、キーパーに抑えられました。ロベルト・カウです。おっと、ファールを取られました。おっと、選手の交代が行われる模様です。エジミウトン、さあどちらのボールになるのか。エジウトン、ロベルト・カウです。最後のところで崩せない、ヘッドでつないで耐え抜いた末の貴重な1点で勝利を得ました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。